つも時短で見れる投資メディアをご覧いただきありがとうございます。2023年11月15日の株式ニュースをお届けしてまいります。本日の相場概況、東証業種別株価指数、ストップ高銘柄の材料、ストップ安銘柄の材料、値上がり率上位株の好材料、IPO 情報、明日の経済スケジュールの順でお伝えいたします。日経平均は3日連続で上昇し、前日比 823.77 円高の 33,519.7 円で終わりました。米国のダウ平均は 489.83 ドル高、S&P500 は 84.15 ポイント高、ナスダック総合指数は 326.64 ポイント高と大幅反発。これは米10月の消費者物価指数が予想を下回ったことによる長期金利の低下が引き金となりました。さらに米連邦準備制度理事会の利上げ終了観測や来年の利下げ観測が強まったことで買いが加速しました。この結果、日経平均は 33,000 円を回復し、7月以来の高値に迫りました。石油、石炭製品、精密機器、電気機器などが上昇した一方で、保険、銀行、電気、ガスなどが下落しました。上昇した個別銘柄には、東エレク、レーザーテック、ソフトバンク G、ソニー G、出光興産などがあります。一方、下落した銘柄には、三菱 UFJ、みずほ FG などの金融株、任天堂、三菱重工業などがありました。東京証券取引所において、業種別株価指数は総じて上昇の流れを見せました。今日の市場では、石油、石炭が 6.42% の急伸を記録し、その中でも特筆すべきは精密機器の上昇率 4.78%、電気機器の上昇率 3.21%、ゴム製品が 2.15% 上昇したことです。また、小売業、サービス業、化学、不動産業、機械、証券、商品なども、それぞれ 1% 以上の上昇を見せました。一方で下落した業種も見られました。その中で特に大きな下落を見せたのは保険業でマイナス 1.85% の大幅な下落となり、次いで銀行業がマイナス 1.65% という数字を記録しました。また電気、ガス、水産、農林業、建設業もそれぞれ約 1% のマイナスとなりました。上昇した業種が大半を占めた今日の市場は活況を呈した一方で、一部の業種において大きな下落も目立ちました。そのため、今後も各業種の動きを注視しながら、市場の動向を確認することが求められるでしょう。2023年11月15日のストップ高銘柄を紹介します。北利用は、鶏卵と畜肉の生産、販売をしている会社です。急騰した理由は24年3月期業績及び配当予想を上方修正したからです。現在の株価は1115円で前回から 15.54% の上昇となりました。また、出来高は34万6500株でした。大成温調は産業用空調設備とクリーンルームの施工をしている会社です。急騰した理由は業績上方修正と配当増額を発表したからです。現在の株価は3420円で前回から 17.28% の上昇となりました。また、出来高は28万7800株でした。パソナグループは人材派遣と福利厚生代行サービスをしている会社です。急騰した理由はベネワンへの TOB 応募で特別利益計上の見込みが発表されたからです。現在の株価は1742円で前回から 20.8% の上昇となりました。また出来高は12万9600株でした。第一野生パンは製パン業及びパンの販売をしている会社です。急騰した理由は商品値上げなどが走行し利益予想を上方修正したからです。現在の株価は570円で前回から 16.33% の上昇となりました。また、出来高は12万1700株でした。ベネフィットワンは、福利厚生代行と健康サポート事業をしている会社です。急騰した理由は、M3 が子会社化目指して TOB を実施したからです。現在の株価は1443円で、前回から 26.25% の上昇となりました。
また、出来高は17万1200株でした。ジャパンベストレスキューシステムは、住宅設備トラブル解決と保証サービスをしている会社です。急騰した理由は、公開買付に賛同し、株主に公開買付への応募を推奨したからです。現在の株価は900円で、前回から 20.0% の上昇となりました。また、出来高は6万2400株でした。マンダラケは、漫画専門古書及びキャラクターグッズの販売をしている会社です。急騰した理由は、前期好調に続き、今期も増収増益が見込まれたからです。現在の株価は1760円で、前回から 20.55% の上昇となりました。また、出来高は53万4900株でした。マリオンは、不動産運営、管理と不動産証券化商品の販売をしている会社です。急騰した理由は、24年9月期の経常益が 2.5 倍に増益と発表したからです。現在の株価は1972円で、前回から 25.45% の上昇となりました。また、出来高は73万2700株でした。シェアリングテクノロジーは、一般家庭で生じる生活トラブル関連サービスを対象としたウェブ事業をしている会社です。急騰した理由は、24年9月期の営業利益が連続過去最高益を計画したからです。現在の株価は703円で、前回から 16.58% の上昇となりました。また、出来高は8万8900株でした。ヘッドウォータースは、AI ソリューション、デジタルトランスフォーメーション、アプリソフトウェア、OPS などのサービス提供をしている会社です。急騰した理由は、生成 AI 案件の受注拡大と7から9月期の営業利益が 65% 増益したからです。現在の株価は7850円で、前回から 14.6% の上昇となりました。また、出来高は12700株でした。南海化学は、化学工業薬品、医薬品、農薬、化粧品、医薬部外品及び食品添加物の製造、販売に関する事業などをしている会社です。急騰した理由は、営業利益予想の上方修正と増配を発表したからです。現在の株価は4035円で、前回から 20.99% の上昇となりました。また、出来高は29万300株でした。GC 企画は、キャッシュレス決済システムの提供などをしている会社です。急騰した理由は、大型案件を受注し、通期予想を上回ったからです。現在の株価は577円で、前回から 16.1% の上昇となりました。また、出来高は3万7200株でした。プレードは CX プラットフォームの開発、運営、CX 特化型メディアの企画、運営、EC 特化型メディアの企画、運営をしている会社です。急騰した理由は不明です。現在の株価は725円で、前回から 16.0% の上昇となりました。また、出来高は175万7500株でした。ヌーラボは、チームのコラボレーションを促進するサービスの開発、提供をしている会社です。急騰した理由は、業績予想を上方修正したからです。現在の株価は、1004円で、前回から 17.56% の上昇となりました。また、出来高は1万1300株でした。富士ガラスは、医療用、ガラス製品の製造と販売をしている会社です。急騰した理由は、MBO を発表したからです。現在の株価は、1590円で、前回から 23.26% の上昇となりました。また、出来高は8200株でした。BBD イニシアティブは、クラウドベースの営業支援と顧客管理サービスの提供をしている会社です。急騰した理由は、24年9月期予想が大幅、営業増益と発表したからです。現在の株価は633円で、前回から 18.76% の上昇となりました。また、出来高は3万3000株でした。全保連は、家賃債務保証と賃料管理リスクヘッジの提供をしている会社です。急騰した理由は、第2四半期決算短信が発表されたからです。現在の株価は705円で、前回から 16.53% の上昇となりました。
また、出来高は71万1400株でした。つなぐグループ HD は、アルバイトパートの採用と、販促支援サービスをしている会社です。急騰した理由は、連続営業最高益で増配を予定したからです。現在の株価は、791円で、前回から 14.47% の上昇となりました。また、出来高は26万9400株でした。スースは IT、機械分野の技術者派遣、ERP 導入、システムコンサルティング、AR、VR 技術に注力した総合的な情報技術企業をしている会社です。急騰した理由は、ソリューション事業の拡大とそれに伴う、今期経常が 33% 増で2期ぶり、最高益更新が見込まれたからです。現在の株価は714円で前回から 16.29% の上昇となりました。また、出来高は14万100株でした。セリオ HD は人材派遣、業務請負、人材、小、学童保育等の放課後施設の運営、保育園の運営をしている会社です。急騰した理由は先行グループホールディングスによる公開買い付けが実施されたからです。現在の株価は850円で前回から 21.43% の上昇となりました。また、出来高は4万5300株でした。ポスター電機は音響及び車載用スピーカー部品の製造と販売をしている会社です。急騰した理由は24年3月切益及び配当予想を上方修正したからです。現在の株価は1046円で前回から 16.74% の上昇となりました。また、出来高は115万400株でした。F コードはデジタル顧客獲得支援サービス、デジタル顧客育成支援サービスをしている会社です。急騰した理由は23年12月期の営業利益予想を上方修正したからです。現在の株価は1480円で前回から 25.42% の上昇となりました。また、出来高は5300株でした。オプティマスグループは中古車の輸出と自動車総合サービスの提供をしている会社です。急騰した理由は24年3月期の業績及び配当予想を上方修正したからです。現在の株価は2198円で前回から 22.25% の上昇となりました。また、出来高は43万4300株でした。インフォッチはモバイルバッテリーシェアリングサービス、デジタルサイネージ、広告、データ関連、国内、海外でのコンサルティングとマーケティングサービス、ハードウェアソフトウェア開発をしている会社です。急騰した理由は今期業績予想を上方修正したからです。現在の株価は4540円で前回から 18.23% の上昇となりました。また、出来高は54万2800株でした。2023年11月15日の好材料銘柄を紹介します。コプロ HD は建設業界向け専門人材派遣をしている会社です。本日の材料は24年3月切益及び配当予想を上方修正しました。現在の株価は1518円で前回から 23.62% の上昇となりました。また、出来高は88万600株でした。グローバルリンクマネジメントは投資用マンションの企画、開発、販売と不動産ファンド運営をしている会社です。本日の材料は業績及び配当予想を上方修正しました。現在の株価は2487円で前回から 23.42% の上昇となりました。また、出来高は77万2400株でした。ギフティはインターネットサービス事業をしている会社です。本日の材料は今期経常を 35% 上方修正しました。現在の株価は1725円で前回から 20.63% の上昇となりました。また、出来高は279万800株でした。御牧エンジニアリングは、コンピュータ周辺機器及びソフトウェアの開発、製造、販売をしている会社です。本日の材料は、今期利益予想を上方修正しました。現在の株価は885円で、前回から 18.79% の上昇となりました。
また、出来高は492,900株でした。メンタルヘルステクノロジーズは、企業の健康管理と医師人材紹介を提供するクラウドサービスをしている会社です。本日の材料は、1から9月期、3期累計で 12% 減益と発表しました。現在の株価は866円で、前回から 18.63% の上昇となりました。また、出来高は30万1300株でした。出光興産は、石油精製と石油化学製品の製造、販売をしている会社です。本日の材料は、業績予想の大幅な髪型修正と株主還元拡充を発表しました。現在の株価は4101円で、前回から 18.29% の上昇となりました。また、出来高は822万8800株でした。2023年11月15日のストップ安銘柄を紹介します。イオレは PC スマートフォン向け各種サービスの運営、インターネット広告事業、アドテクノロジー商品の開発、提供、セールスプロモーション事業、運用型求人広告プラットフォームの開発、提供をしている会社です。急落した理由は不明です。現在の株価は1299円で、前回から 23.54% の下落となりました。また、出来高は10万1800株でした。フーバーブレインは、中小企業向けの情報セキュリティソリューションの提供が、フーバーブレインの主な事業内容と一言で表現可能ですをしている会社です。急落した理由は、今期営業を 1.57% 減益に下方修正したからです。現在の株価は493円で、前回から 16.86% の下落となりました。また、出来高は20万7700株でした。コンバノは、ネイルサービスチェーンの経営、フランチャイズ管理事業、各種商品企画開発及び、販売新規ビジネスシステムの開発をしている会社です。急落した理由は、業績予想の下方修正と株主優待制度の廃止が発表されたからです。現在の株価は483円で、前回から 17.15% の下落となりました。また、出来高は18万9300株でした。ヒサシヤは、ホビー関連品の企画、製造、販売 OEM オリジナルコンテンツの創出と展開をしている会社です。急落した理由は、7から9月期の営業益が 86% 減少したからです。現在の株価は1538円で、前回から 24.53% の下落となりました。また、出来高は2万6700株でした。マイクロアドはデータプラットフォーム事業をしている会社です。急落した理由は不明です。現在の株価は588円で、前回から 20.33% の下落となりました。また、出来高は6万1100株でした。2023年11月15日の IPO 情報を紹介します。Sネットワークスは、仮条件決定日が11月30日、想定発行価格が700円でした。ロココは、仮条件決定日が11月30日から12月6日、想定発行価格が710円でした。日本では9月の機械受注情報が発表になります。また、米国では10月の輸入物価指数と輸出物価指数の発表があり、フィリピン中銀の政策金利発表も注目されています。海外企業の中では、ウォルマートやアリババ、シーメンスなどが決算を発表します。国内企業では、ジャパンアイウィルホールディングスの東証上場が注目されます。これらの情報により、市場の動向が左右される可能性があります。貿易収支や新規失業保険申請件数など様々な指数が発表されることにより、明日の経済はさらに活性化することが予想されます。2023年11月15日の株式ニュースをお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録、拡散を何卒よろしくお願いいたします。紹介してほしい情報などがあれば、ぜひコメントください。